イカロスの墜落のある風景は長年16世紀のブラバント公国の画家、ピーテル・ブリューゲルの手になると考えられてきた絵画作品である。1996年の調査で作者をブリューゲルとすることは極めて疑わしいとされるようになり、今では無名の画家がブリューゲルのオリジナルを早期に模写した良質な複製画であると考えられている。 制作年代は1560年代と思われるが、最近の研究では異説も出ている。オイデウスの変身物語に主題の多くを寄せた、この作品は、ウィリアム・カーロス・ウィリアムズによる同盟の詩のテーマともなり、作品が収められているブリュッセルのベルギー王立美術館から名前を取った、WH オ伝デンの有名な詩、美術館でも、この絵のことが研究されている。 イカロスの墜落とも呼ばれる。海に墜落するイカロス。ギリシア神話では、イカロスは、父ダイダロスが牢で固めた羽で作った翼で、空を飛ぶことに成功した。しかし、父の忠告を忘れ太陽に近づきすぎて、牢を溶かし、海に墜落して溺れてしまう。この絵で言えば、ちょうど船べりの水面に、イカロスの足を見ることができる。空のはるか向こうでは、太陽が、 水平線に沈み始めており、イカロスが太陽にまだまだ近づけなかったことを示している。描かれた、農夫、羊飼い、釣り人について、この伝承を取り上げたオイディウスは、驚きに打たれ、神々が天空を貫いて、自分たちに近づいてくるのを見ていると説明しているが、必ずしもこの作品から、そのように読み取れるわけではない。むしろ、船から離れたところで空を見つめている羊飼いに、 ついては、口日のバンブレンバンを見ると説明ができると思われる。すなわち、オリジナル作品では、おそらく羊飼いが見ている、左手の空に、ダイダロスの姿もあったと考えられる。また、フランドル地方のことわざに、それでも農夫は耕し続けたという言葉があり、苦しんでいる者のへの人々の無関心を表していると、解釈できる。オーデンの死も指摘しているが、この絵は、 イカロスの死には見向きもされず、日々の暮らしが永遠として続いている場面を描くことにより、他人の苦難への人間の無関心を描こうとしているのかもしれない。円形の小さな人物によって主題を表現するという世界風景画は、ヨアヒム・パティニールを講師とする初期フランドル派で、すでに確立された手法ではあったが、関係のない風俗画的な人物を前景に大きく描くというのは、 独創的なものであった。絵画のジャンルにヒエラルキーを設けるという当時の風潮に対するアンチテーゼであったとも言える。ブルーゲルの他の風景が、例えば、折衷のカリードを含む式の作品では、風俗が的人物が前景に取り上げられているものの、絵のサイズと比べて、あるいは、光景の高級な風景画と比べて、それほど大きく描かれているわけではない。 イカロスの墜落のある風景1590から95年頃、木に、油彩、63倍90センチメートル。ブルーゲル一門による、バンブレン美術館。この作品は、おそらく、失われたブルーゲルによる、オリジナル作品の本案であり、1560年代か、その直後の作品である。ブルーゲルの他のキャンバス作品が、テンペラで描かれているのに対し、 この作品は油彩である。イカロスの墜落のある風景は、ベルギー王立美術館が1912年に購入するまで世に知られていなかった。その後、パネルに描かれた別のバージョンが発見され、1953年にダニエル・バン・ブレンが入手して指定に置いた。これが今日ブリュッセルのバン・ブレン美術館となっている。こちらのバンでは、左と右の端は構図から切り取られており、 イカロスは水面に落ちているが、ダイダロスはまだ空中を飛んでいる。羊飼いはまっすぐにダイダロスを見つめている。このことがベルギー王立美術館版の構図の説明となっていることは前述の通りである。オリジナル作品は知られる限りでは唯一ブリューゲルが神話的主題を描いたものである。船と人物との遠近感は完全には整合していないが、 そのことがかえって構図に力を与えているとも言える。ブルーゲルは船と墜落する二人の人物を描いた版画のための下絵も制作している。1912年にベルギー王立美術館が本作品を購入してから、その心眼について専門家の間で意見が分かれていた。偽作を疑う理由は主に2点で、過度な上塗りのため質が低い。ブルーゲルの油彩作品はすべてパネルであるのに、 本作品だけは、キャンバスの油彩である、ということである。1963年、同美術館のキュレーターであるフィリップ・ロバーツ・ジョーンズと、ブルーゲルの専門家、ジャラッジ・ス・マーリーは、オリジナルのパネル画が、当時よく行われていたように、後に、キャンバスに移されたのだという仮説を立てた。1998年、ベルギー王立文化財機構というトレヒト大学の、科学者の混成チームが、 キャンバスの放射性炭素年代測定によって心眼問題を解決しようとした。その結論はブルーゲル自身がこのキャンバスに絵の具を置いたとは考えられないというものであった。これに対し2006年 J レースセ教授は技術的問題によりこの測定結果は意味がないとの論文を発表した。1973年に絵の右端から採取された青い絵の具の資料について 操作型電子顕微鏡、エネルギー分散型 X 線分析を、光学顕微鏡と併用した再検査が行われた。その結果、絵の規定から表面に向かって、次のような層があることが分かった。キャンバス油性塩泊愛動向を含む厚い、油性層チョークの下地わずかに木炭を含む、油性塩泊愛動向を含む、青色の油絵の具オリジナルの青絵の具の下に、チョークの下地があることから、 この作品がキャンバスの上に移し替えられたパネル作品であるとされる。オリジナルの青色層は、オードと木炭の粒子を含む塩クと愛動鋼であり、ブルーゲルのものであることが確実な他のパネル作品と完全に一致する。さらに、木炭の粒子が非常に長く針状に尖っている点は、特徴的なものであり、同じ美術館に収蔵される。 ベツレヘムの人工調査の絵の具と完全に一致する。最近、赤外線映像法を用いた死体の分析結果が公表された。この方法は、赤外線が黒を除くすべての色を貫通するという性質に基づいている。これにより、ほとんど黒色で行われている死体を浮かび上がらせることができる。映像の解釈は主観的にならざるを得ない部分もあるが、概ね、 本作品の下絵は他の確実なブリューゲル作品と比べ大きく異ならないと言える。下絵は要素を大まかに配置する程度にとどまっている。これは白地に塗られた絵の具が詳細な描画を覆い隠してしまったためかもしれない。この赤外線画像と他の分析結果を合わせて導かれる結論は次のようなものである。すなわち、ベルギー王立美術館の イカロスの墜落のある風景は、パネルに、油彩の作品が、キャンバスに移し替えられたというものである。絵の具層も、また、おそらく下絵部分も、この時の移し替えによって激しく損傷している。さらに、2回の修復作業も損傷を拡大しており、過度な上塗りの原因となっている。それでも、絵の具の構成は、ブルーゲルの大きなパネル作品に見られる技法と、 完全に一致することから、模倣者の手で描かれたものとは考えがたい。他方、バンブレンバンは、技法が異なっており、父ブリューゲル、または、子、ブリューゲルのいずれのものとも考えられない。ありがとうございます。